こんにちは、レルです。ミエさんって方からいただきました、まっしぐらのアリーナ。作ってみたので、ぜひ遊んでみてください。アドバイスもらえると嬉しいですっていうことなんで、何のアドバイスを送ったらいいんか、ちょっと、どうなんやろ。なんか、どっちかっていうと、公開マッチとかにできそうな感じのコースかな。普通のコースですね。で、ここはなんか左にもあるけど、左行ったらゴールしそうやね。で、こっちもあると。なるほど、なるほど。で、こっち行って、まっすぐ行ったら、このままゴールかな、こっちも。あー、なるほど。これでブロックを越えていくと。なんかすごい、クリエイターラウンドにありそうなコースですね。誰かが作って、普通に、クリエイターラウンドのマッチングとかに出てきそうなコース。みたいになってますね。で、ここから多分届きますね。で、違うところは、ここで左ですね。こっちちょっと、あれじゃない？多分レースとかで出したいっていうか、まあ、みんなで遊びたいっていうタイプのステージやから、ちょっとこっち難しめにしたら、あっち遠回りになるから、なんかこっちの方が簡単な気がするよね。こんな、なんかアドバイス、なんかわからんけど。まあまあ、なんか最速はこっち、めちゃくちゃこっちになっちゃうから、みんな多分こっち来るから、って感じですかね。で、これ多分まっすぐ行ったら、ゴールかな。ありがとうございます。投稿していただいて。ほい。あ、で、ここちょっと遠いからダイブで行かんとあかんから、ちょっと遅れるかな。わはは！という感じで、ここですね。ゴール。で、こちらが、ファストバターさん。ちょっと難しいコース。で、少し難しいと思いますって書いてあるんで、ちょっと難しいですね。ちょっと難しいステージなんだと思います。最初はシーソーで、下やね。下になんかある感じで、ここなんかあれやね。シーソーゲームのシーソーみたいやね。え、なんかスタート地点みたいになってるけど、ここ。スタート地点行って、で、どっかが開くんですね。下ルートもあるけど、ええ、なにこれ、すんないんやけど。あ、こんなんあんのドアダッシュ。ドアダッシュで全部開かないとかあんねんな。え、じゃあもうこれあれじゃない？終わりじゃない？なんじゃこりゃ。なんか騙しコースみたいな感じなのかな。多分この柵の上に乗ったらいいのかな。柵の上に乗ってですね、いや、いけるかな。あ、で、こうだよね。で、上ルート、絶対あれさ、俺さ、いや、てか下行ったら終わりか。下行ったら終わりやね、そもそも。ドアに当たりがあろうがなかろうが。で、ここはどうやって行ったらいいんや。いや、そっち届かんと思うねんな。ってことは、こっから、炭ですか？ここじゃない。開くかな？もしかして。はい、開かないです。で、下も、何もない。あ、でもあれか。とか、初期位置戻れんのか、これは。そこやったらね、黄色い柵に覆われて、もう絶対積んどったんすけど、今んとこやったら、初期位置戻れろかって。で、あのポール関係ない気がするよね、自分は。ほい。風も関係なさそうやし。オッケーオッケー。じゃあ、ここやね。で、こっから、これでいける？あ、いけないわ。っていうことは、黄色いポールに乗る？え、でも黄色いポール全然こっち側じゃないよね。っていうことは分かった。ここやわ。ここや。あ、なるほど。今のところに乗って、多分先進みますね。
黄色いポール落ちたら絶対無理やと思う。届かんと思う。これ結構難しくないか。いや、いける。キャラコンゲほい。ちょっと一つあるのが踏めない気がしてきたな。なんでもうすぐにジャンプ OK。 多分あそこねキープできないわ。なんですぐにジャンプしないと落ちちゃう、さっきみたいに。で、ここは普通かな。てか、こんなとこで落ちたくないけど。俺ちょっと気をつけ、落ちないように。ほい。で、うわー、これどっちか外れルートじゃない?また。いや、どっちも外れルートっていうのもあるな。ナイトフィーバーのとこやね。うわ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 。え、うわうわうわやけど、ここ乗ったらよくない?え、これ、ガバ発見したもしかして。あれ?あ、あ、やらかした。一番最初戻っちゃった。ちょっとね、もしかしたら、このめんどくさいルート、最大6回、挑戦してこいってことやと思うんですけど、まあ、ね、上乗れちゃうんよね。バカしたわ。まあ、6回チャレンジしてってことかもしれないけど、ここ結局乗れてね。ほい、こうやって乗れちゃうから、ゴール、できるんよね。っていうコースでした。アメジストさん、アメジストさん、フルーツエスケーパーズ、え、フルーツエスケーパーズ2。簡単めでフルーツ以外も飛びますらしいです。あ、なんで?なんか飛んできてるわ、めっちゃ。あ、めっちゃ飛んできてる。あ、でもね、めっちゃ、その、多いね、あれが。リスポーン地点が多いから。まあまあ、フルーツ当たって飛ばされても、前には進めますね。あー、なんか飛んできてるな。フルーツ以外にも。なるほど、なるほど。ちょっと怖い。ちょっと怖い。あ、待って、ジャンプできんかった。いてててて。なるほど。最後がフリッパーでジャンプするってコースですね。フリッパージャンプしてゴール。へぇー。なんかこれも出てきそうやな。あの、普通のマッチングに。で、最後、運ゲーじゃない?ちょっと。いける?あ、いけた。じゅんちゃんって方ですね。じゅんちゃん24。3つのオブジェクトだけで作られた難しいステージ。あー、なるほどなるほど。ここにバッタ危ない。ジャンプダイブして、でそこしか多分行くとこないかな。ここに行くしかないかな。で、次はここかな。で、そこやな。いや、わからん。ここかな、ほんまに。で、どうしたらいい、これ。あ、いや、戻る方もあるんか。うんうんうん、そっちかな?あ、確かにちょっと難しいぞ、これ。行くとこは合ってるとは思うんですけど、これ以上上行けないもんね、ここは。いや、上行けんのか、どっかから。こことか掴める?ほい。で、ほい。ここ行って。でーす。ちょっとごめん。車の音めっちゃ入ってるかもしれんけど。いや、合ってるな、多分。で、そこっしょ、そこっしょ。オッケーオッケーオッケー。で、これはもうシンプルにゴールまで走った方が良さそう。ほい。あ、いや、届かないな。何これ。謎解き始まった、また。ここも届くな。あ、待て待て待て。ここも多分届くんで、こっちから行く可能性もちょっとある。え、でも結局同じとこ着地するんよね。せやね、そことか届かんもんね。こう行って、んで最適なのはここやと思うけどな、普通に。で、あるとしたら、ん?こっち行ったらどう?いや、こっち行っても同じやな。何これ?いや、戻るか。ほい。え?で、そこで合ってると思うけどね。ここら辺。え?
え、で、どうすんのやろ どうすんのやろこれ。いや、この上行けるか。なんだこれ。いや、こっちで、ここ行けるかな。ここ行くしかないかも。ちょっと、謎解き風ですね。いや、ここじゃないわ。間違えたわ。こっちやね。ほい。え、今どうやったっけ。あ、こっからやね。いや、こっから行った方がいいな。こっから行った方がいいっすわ。いや、多分こっから、あ、いや、そこ掴んでもよかったんか。で、ここ来て、ここ行くしかないと思う。この間、ここの、ここなんで、こうやな。あ、オッケーオッケー、いけたいけた。いや、ちょっと難しかったな、これ普通に。これ2回目です。C アラウンドさんですね。ハードガイズ、絶対クリア不可能なステージ作りました。自分はテストプレイ3時間、プラス制作時間2時間、5時間かかってます。クラウン4000個ぐらいのプロ7人にやってもらいましたが、全員脱落しました。自分はなんとかクリアしてゴールできる確率を調べたところ、確率は 0.0003% でした。らしいです。ほんま。ほんまな。ほんまなんかそれ。1回でゴールできる確率が低いってことかもしれんね、普通に。うわ、あい。なるほどなるほど。しかも、ちょっと待って。え？あ、バグったかも。何これ？あ、いや。めちゃくちゃ上空にあるんかな？めっちゃめんどくさいやん。ほい。おー、難しい。ちょっと待って。普通にめんどくさいぐらいリスポン時間ねんけど。え、ここ行って、で、普通に、あっちやね。あの大ファン乗るしかないんか。ちょっとね、手前側がいいかもしれん。手前側狙います。あ、で、ここですね。ここに着地して、次はいけると思う。で、ここ着地して、で、これどうしたらいいんや。あ、いやいやいや、普通に乗ったらいいわ。このって、で、このまま行きます。このまま、まっすぐ行って、ちょっと時間かかっちゃうね。落ちたらめっちゃ時間かかるよね。落ちたら超時間かかるんですけど。ほい。あ、ちょっと横着した。っていうことで、戻ってきました。で、ここ乗るか。ほい。危な、危な、危な、危な。ちょっと、キャラコンがやばい。さあ、このまま、ここ乗って。うわ、これ、なんか、変に、真ん中乗りにくいね。見にくい、見にくい。OK？ あ、マジか。ちなみにね、自分はね、クラウン6000個ぐらいです。いや、な、6500ぐらいあるな、多分。5100と、いや、6100ぐらいかな。ちょっとにやかになってるんで、めんどくさいんですけど。で、ここで一回手前で止まりましょうか。はい。え？どこに来てんの？そこに来てんのね。オッケーオッケー。うわ、これ怖い、怖い、怖い。意外と、怖っ。一個ずつでも進んでいったらいいと思う。一個ずつ。うわぁ。なかなかシビアでございますね。え、ちょっとこれ、ジャンプして。はい。
はい。はい、OK。これで終わりやね。で、ハンマー、パンチングで上に行くんやね。なんなあの下のオブジェクトは。なんか意味なさそうやねんけど。見えてないだけ俺が先。お、危な。よく行けた。で、次はここですね。お、チェックポイントあるやん。優しい。チェックポイント優しいですね。こっからちょっと安心してできるね。めちゃくちゃ高いんですよね、ここ。僕ね、高所恐怖症なんですよね、結構。怖くない？高いところ。なんか、そう、高いところたまに登るときあるんですけど、めちゃくちゃ怖いんですよね。まあ、これとか多分、あ、ちょっと待って、一回待とう。これとかもう奈落の底行くからね。で、まっすぐ行って。で、これ遅いから多分すぐ行けるな。OK。運ゲー始まりました。運ゲーが始まったよ。これダイブしたら戻ってこれないかな。ダイブしたら多分、あ、え？でも全部開くぞ。あ、でも開かないとかあるね、ちゃんと。ダイブしたら、え？全部開いてんけど。ごめん。一発で開いちゃった。で、これはまっすぐ落ちればいいんかな。ゴールどこだ。なんか違う気がしてきたぞ。大丈夫かな。まっすぐ落ちて、なんだこら。あ、で風ある。ん？どうなってる？なんか風あるくない？いや違うか、これエフェクトか。いや、この下になんかある。いや、ゴールあるな。ゴールあるわ。あ、ゴールあるわ。何これ、騙し？いや、ここで決めたら、ゴールに行きます。あ、ここが難しいわ、最後。あの下にゴールあるんやわ。ちょっとこれやり直さんとあかん。これ2回目なんですけど、3回目行きます。でも途中までの道は、まあまあ大丈夫ですね。オッケーオッケー。で、からの、1回待とうか。落ち着いていこう。こっから確かゴール見えとったよね。いや、僕自分が落ちるときにゴール見えとったんか。で、結構下の方にあるなーって思ってたんですよね。早く早く、急げ急げ急げ。いや、急ぐとね、落ちちゃうんですよ。まあまあ、でもね、リスポーン地点取ったらとりあえず大丈夫。さあ、ちょっとちゃんと上から見て真ん中に飛ばないと、これ結構怖いよね、ホール。なんか影が邪魔よね。これもな、めちゃくちゃ怖いよな、これ。ふい。ふい。さあ、落ち着いて。OK。あ、で、ここ一発でいけたけど、まあまあ難かったよね、確か。ちょっと待って、あかんわ。こうね、風に当たった時にうまいことダイブ入れないと、って感じ、やと思います。OK。風に当たった時にダイブやね。多分最後もそんな感じかな。で、ここでチェックポイントね。これちょっと優しい。で、一個ずつ行きましょうか。一個ずつ行って、ほい。で、この床はほとんど抵抗ないから、まっすぐまっすぐ、ウニ棒に当たらんようにって、ここもまあサクサクっといきますね。はい。で、ここがね、多分ね、間違いあったやろ、絶対。あ、でもこうやってダイブしたら、いやあのね、この時にね、ゴールがチラッと見えたよ、自分、こうやって、落ちてる時に。ということで、一番左やったっけ？一番左行ってからの、ほい、オッケーオッケー。で、真ん中じゃない、右やったね。右、一応真ん中行くか、今真ん中。ここ、待って、これめっちゃ時間かかるわ。やばいやばい。次で当てないと、次で当てて、まあ落ちなかったらいいんですけど、落ちたら、結構きついぞ。そのまま行けないか。いや、てかこっから行けない。
いや、無理やな、無理やな。わあ、これ挑戦権1回だけや、また。まあまあ難しい、普通に。普通に難しいけど、あれ？もしかして。あ、いや、バカ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 。終わりました。あ、ということで、変な小細工は多分できないな。普通に行くんやろ。このね、風の上部に当たったらすぐに、なんか風まででも届きそうやな、まず。あ、これでいけそう。行きます。ここで行けるわ。ほい。ナイスーって感じで、今日は、これで終わりたいと思います。送ってくれた方、ありがとうございました。マシュマロから募集してますんで、ちょっとコメント欄とかね、集計取りづらいんで、マシュマロにお願いします。ありがとうございました。